メニュー本日は試食したいと思います。すべて用意していただきましたのでよろしくお願いします。食べ応えが欲しい感じですね。うまいっすねこれ。そうだ、庄屋に行こう。はい、どうもマックス杉です。私は本日居酒屋の小屋さんなどを運営されているこちらでね、大将グループさんに来ております。はい、本日はですね、私マックス杉のウーバーイーツ化計画2回目、前回打ち合わせさせていただいたメニューを本日は試食したいと思います。はい、やってまいりました。いよいよ食べさせていただくわけなんですけれども、正直ね、めちゃくちゃ緊張しております。だって試食って多分メニューがバーっていっぱいあって、それを食べて、うん、しょっぱい、うん、甘い、うん、塩が、うん、耳かき分多いとか、なんかそういうこと多分言うんでしょ。だけどね、僕はね、もう決めてるんですよ。このウーバーイーツ成功させて皆様に美味しく楽しく召し上がっていただきたいと。それで大将グループ様、お力添えいただくので、これはぜひとも成功させたい。ここはね、一つシビアに緊張感を持って試食会行きたいと思います。ただですね、今回も一人ではございません。僕の戦友でございます、この方をご紹介したいと思います。どうぞ。言います、俺とか言ってもスタンバイしちゃってるから。はい、どうぞ。どうぞ。はい、じゃあどうも、こんにちは。はい、あ、合言葉から、合言葉、合言葉、サムライティングの岡井馬と申します。よろしくお願いします。違うよ、何や合言葉って。そうだ、庄屋行こう。本当に改めて大将グループ様、ありがとうございます。はい、以上です。全員で試食をし、大切な皆様にお届けする商品を吟味し吟味し吟味していきたいと思いますんでね、よろしくお願いしますよ。はい、じゃあ分かった分かった分かったよ。ミニゴリちゃん、はい、今日の意気込み一言でそれで締めよう。僕落ち弱いんで。え、落ち弱い、落ち弱い。今日の意気込みを一言どうぞ。マックスさんに負けないように、いい絵を撮ろうと思います。おっおっ。合言葉は、そうだ、それに行こうで。はい、始まります。今回、前回の打ち合わせで、はい、マックスさんから、はい、いただきましたヒントからですね、一旦、はい、メニューを今後学んだと必要だと思ってくれました。で、ここから全てというわけではないんですが、はい、焼きそばの麺のことです、はい、そういうのも今日実際試食していただいて、はい、決めていくと、はい、今日の、メニューは、メニューは先日鈴木さんから言われたメニューを知っております。で、焼きそば、さらにはチャーハン、オムライス、鶏の唐揚げ、豚の唐揚げ、マカロンという形になっております。最高、今から始まるんですけれども、ここは遠慮しないでいい意味でわがままになろうと思います。皆様にね、食べていただくものなのでね、気合い入れていきたいと思います。でもちょっと楽しみでしょうがない。ありがとうございます。油なんですけども、背油、はい、はい、こちらからちょっとあっさりめ、こっちが甘め、中間がこの真ん中になってますね。かしました。甘みがこうなると強くなっていくと、はい、でも実際これ食べてみて大丈夫ですか。はい、はい、薄いからいきますね。真ん中ですね。甘いのも好きなんですけど、正直もうこれで相当なんかイメージ近いなと思ったんですよ。ただこのあっさりめのより強いのが一番食べやすいかつ美味しいなっていう、僕は一番これがバランスがいいと思いました。さらにこの真ん中ぐらいとかって言われます。あ、そしてじゃあここもちょっともらっていいですか。ここのこっちとこっちも、はい、いやこんなに違うんですね。ありがとうございます。はい、これだけあればこれと合わせた時に取捨選択ができると思います。バチっていうのが、もう油の味付けの種類はこれで大丈夫です。結構な勢いでドストライクなゾーン来てるので正直びっくりしてるんですけど、逆にちょっと難しいです。でも多分微妙な違い出てくると思うので、麺の太さと、はい、これですか。これはコンビニで売ってほしい。本当にプロの方々ってすごいんだなってちょっとびっくりします、本当正直。それではいよいよ試食に
行きたいと思います。すみません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。これ一応全て当たり前ですけども違う麺の種類ということで、ちょっとわがままを言って全て用意していただきましたのでよろしくお願いします。ではいただきます。でですね、まずは、普通のやつを食べます。いただきます。では順番に食べていきますね。これあの2番のやつが一番足よかったんで、米のやつの2番が一番いいですね。この味付けもちょっと背脂をつけるので気持ちライトめにしていただいているのがすごくとてもいい感じで、もう全然問題ないというか。2つ目の焼きそばの5番の油でお願いします。さあどんどんいきましょう。これは3番目は3でお願いします。これ4番目のこの太麺は4番の、はい、油でお願いします。すんごいうまいな、これ超うまいびっくりした。あーこれ全然違うんだよな。この5番の、麺は1番の油で、はい、お願いします。なんとなく分かりました。今僕が指定した油で他の人も食べてみてもらうのありですか？ありですか？ありですかね。そういうありですか？じゃあちょっとお願いします。すっげーうめえ、びっくりする本当に。あの期待しててください。この焼きそばと背脂やばいですよ。やっぱ反応があれは自然と漏れました。あ、これは5番だな。はい、それでは続きまして焼きそば2品目は味付けをソースから塩に変更しまして、こちら塩で油の相性を試したいと思います、はい、香りがすごくいいです。じゃあまずはそのままでいきます。あーうまい。この麺にしてすごく正解ですね、やっぱり。ではいきます。1から、これ2番ですね、完全に2番です。はい、これ意識高い系ですね。これも完成度が高すぎて、どっちかというと本当おまけだった。これは素直な感想。それはうん、美味しすぎて。何キロ食べれますこの塩焼きそばだったら。いやもうこれもう1キロぐらいでいい。美味しく美味しく食べ、美味しく食べたい。どうでした？なんか、はい、見てる方が緊張した。すごいあの一流のレストランの厨房じゃないけれどという感じがしましたね。でもあの緊張感がやっぱ伝わってきたので嬉しいですよね。ここまでの番組が32品だったんです。試食は今回32品皆様にお出しをする商品として自信のあるものをやりたいと思いますので、はい、お楽しみにしてください。はい、続きましてはこちら試作全種類をご用意していただきました、こちらにはですね、ご飯物ですとかお肉海鮮系などもございますので、はい、順々に食べていこうかなと思います。よろしくお願いします。一応これ食べていきながら僕の感想などはいブツブツ言おうかなと思ってますんで、よろしくお願いします。じゃあまずは、先ほど作っていたソース焼きそば、こちらが1人前のサイズになります。まあ、見ていただくと分かるんですけど1人前でもそこそこのボリュームがあるっていう。間違いないです。次塩いきます。
ます。改めまして、いや本当この麺にして正解ですね。何の文句もないです。はい、続きましてこちらの、チャーシューチャーハンの並盛りですね。じゃあまだ通常で、このチャーハンだけを食べた時はちょっとうまみが薄いだと思ったんですけど、油のかけた時にめちゃくちゃうまいです。かけるんだったらこれぐらいの方がいいなって正直思いました。もう背脂ありきで、ま、いいですか、全くもう僕文句の聞けもなく、はい、はい、全く何もないです。ありがとうございます。では次は焼肉オンチャーハン。チャーハンの上に焼肉が乗っております。この背脂をかけた時に完成されてて、そんな文句のつけようがないです。トマトチャーハン召し上がってもらったんですけど、はい、3倍っていったイメージだけちょっとおっしゃっていいですかね。はい、もちろん、はい、お願いします。チャーハンとすごいの来たよ。今のが1枚なんですけど、3枚にするとこの量。いやもうこれもう本当にもう僕の思い描いてる理想通りの、てかあのこれ、ウーバーイーツ可能なサイズなんですか？可能ですね。あー、もうぜひお願いします。はい、マック鈴木といえばデカ盛り、はい。いやもう全く問題ないと思います。じゃあ次は唐揚げ丼の並盛りを。豚肉もっと柔らかくならないですかね。でちょっと衣ももっと厚めで、食感としてはふわっとした感じのがいいな。はい、続きましては今チャーハンまで終わったんですけれども、こちら今度海鮮を交えた、あとオムライスですとか、あと唐揚げなんかの方を試食していきたいと思います。それではこちら僕のリクエスト、まかない丼ですね。お魚ですとかイカですとか、でキュウリとかタカなどがサイドメニューになっておりますので、はい、で一応ご用意していただいたのが、他にも温玉、オクラ、メカブ、あとトロロでございます。とりあえずこのデフォルトをいってみたいと思います。ではいただきます。好きな味なんですけれど、全体的に具材自体が大きい方が食べ応えが欲しい感じですね。はい、続きましては、鶏の唐揚げ丼を、食していきたいと思います。タルタル鶏唐揚げ丼、もう丼だけです。もう全然美味しいです。かけてもあれだし、かけなくてもありなんですけど、もっとタルタルの量がちょっと欲しいなっていうと思ったのと、はい、これもさっき の, あのまかないのと似てるんですけれど、できればもっと粒を粗くして、はい、もう具材の食感が分かるぐらいのやつだと食べ応えもあっていいのかなって、はい、次ネギ塩鶏から揚げ丼。めっちゃいい香りする。これこれはもう背脂かけなくてよくて完成されてるなと思うんですけれど、どうしてもなんかネギのこのウェットな感じに対して辛いがドライすぎるので、ネギ塩のタレみたいのもちょっとあの統一感が出てつるっと食べれるのかなと思いました。そこ以外もう美味しい、美味しいでしかないですね。次はピリ辛ヤンニョム鶏辛。はい、塩分を抑えて甘辛みたいな、甘みをもうちょっと強くしてもらえるとすごい美味しくなるのかなって。本当に辛みもあって、で色合いも違うし、僕見た目込みで僕はこれ好きです。また的にはこのぐらいのかな、はい、ありです、はい、これぐらいがいいのかなと思いました。続きましてはオムライスを試食していきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。
おお。波盛りから。これ何も文句のつけようがないんですけど、めちゃくちゃうまい。このソースもいいですね。いや本当にこれ美味しい。これかけない方がいいですね、うん、これ絶対かけない方がいいです。バターの豊かな香りが飛んじゃって。よし、唐揚げのせをいただきたいと思います。こういう感じか。なんか全然合わない。このオムライスの良さが全部飛ばされちゃう感じがして、これは入れない方がいいですね絶対。豚から揚げオムライス、ちょっとお茶をいっぱいいきますね。なしじゃないんですけど、なんかちょっと違うんだよな。僕もこれは何もやらないと思います。オムライスの出来があまりにも好みすぎて、シンプルにオムライスだけでいいと思います。はい、はい、続きましては汁物ですね。背脂スープとネギ入り背脂スープをいただいてみたいと思います。よろしくお願いいたします。それではまず、背脂スープの方からいただきます。多分これ背脂が溶ける溶けないのギリギリの融点でしょうね。いただきます。うわあ、うまいっすねこれ。これはすっごい。ん、ちょっと待って、ネギ入りもちょっと飲んでみて。これちょっとこれチャーハンぶち込んでいいですか。はい、すいません。これ入れない方がいいな。これな、これ本当美味しいですな。これ、いや、これはもう文句のつけようがないです。ね、できればネギ好きな方は本当ネギ入りの方で食べていただきたい。どうでした？第2回目メニューのお話をさせていただいたのは前回で、実際試食したのは今回と、かなりの正直手応えを感じているというか、本当正直なこと言うと、もう想像のだいぶ上をこう来たというか、もう期待しかないですね。早くもう皆様に召し上がっていただきたいなっていう気持ちがすごく強いです。僕はちなみに補足しますけど、今日面白いこと言えませんから。僕、最終的なオチは彼に任せます。ふざけないや、でもね、本当に期待してほしいです。これは本当にちょっとでも納得できない部分とかあったものはもう全て排除という形で、完全に納得できるものだけでレパートリー、はい、作りますので、もう本当楽しみにしていただきたいなと思います。やっぱりこれからの時代、やっぱ背脂じゃないですか。キーポイントは背脂だと思うんですよ。背脂で押していくと、はい、皆様そろそろね、ほら面白いことを欲しいなと思ってると思うので、締めはお会いゆまにやっていただこうと思いますので、よろしくお願いします。いやいや、なんもないっすよ本当に。それでは大臣お願いします。これ毎回こういう風になるんですけど、なんだろうな、ちょっと次回もよろしくね乞うご期待。マックス鈴木ガチなので、はい、はい、全力で挑みたいと思います。本当ですか？